仙台スペシャル以降釣りに行けてませんでした。そう、今回行くところは兄さんどこかな。有明西ふ頭公園です。また東京湾でございます。東京湾でイカを探ってこよう。おじさんここ釣れる。あ、こんなんその釣れるの。こんなんださっきでも血抜いたね。こんなんだこんなんしかよね。まだ現在12時です。やっぱり東京湾は当たらないです。つまんねえ東京湾ではもう釣らない。東京湾は嫌い。俺フルチイカ釣ろうとしてんだろお前戦闘力3かクズが。なーに キノコに普通のキノコの山。普通のキノコの山食ったら消えれ。こちらも餌にしますか。はい、じゃカップラーメンを作ります。まずガスコンロ。火使っていいんすか。え海近いしいいんじゃない。水はいっぱいあるから。水を入れます。結構3人分なんで。パンパンにパパに。で、ね、じゃあちょっと待つまでこちらをお楽しみください。パパに。まだ映ってない。これから3分間、これ映ってるの？映ってる。3分間何をしたら早く3分過ぎるかを教えてあげましょう。うん、はい。そこの少年。少年なの？3分をみんなで待つっていう企画をするからちょっと来なさい。戻っておいでって。ここにいなさい。はいはい、今お湯を沸かします。はい、世の中で3分を無駄にする人が多い。はい、3分大事。3分を3ミニッツ無駄にダメね。英語で言うとそんなと3ミニッツダメね。はい、英語じゃないよね今のね。それの時にはこちら。はい、こちらパーティストッキング。パーティストッキング。あ、パーティストッキング。レッツ、レッツって何。お、レッツ変態。何これ、どうすんのこれ。イエスイエスイエス。こうじゃね。抜けたら負けね。抜けたら、オーケー。ファイツファイツ。危ない危ない。結構抜けやすい。抜けやすい。変態仮面なの。そう。これ3分。これで3分。だってお湯沸かしてから3分だ。マジやってねえのかよ。3分パーティー。だから沸いてから3分だって。3分パーティー。3分パーティー。3分パーティー。皆さんもぜひジョークグッズでお楽しみください。はい、2つ出てきます。はい、じゃあお湯も沸けたんで、カップ麺を、もう入れ終わりました。お湯沸いてるだけじゃねえか今。お湯沸いてるだけなんだもん。じゃあ、腹ごしらえして、いただきます。まだ早くない。早いか。子供じゃない。うわ、多分カップ麺ですけどね。冷えた。いただきます。体にね。そうですね。あ、うまい。うまいでしょ。うまい。
ボフ東京湾怖えな。ここまで洗礼を受けるとはな、しかも5月の次でこれですからね。ハイレベルな戦いどんでいく我々ドラゴンボーズ、ハイアンドローですね。自分たちからドラゴンボーズになっていくっていう自ら普通右肩上がりになっていくんだけど、そうなのよね、ピクリとも来ない。はい、兄さん説明お願いします。何にも来ない。説明お願いします。朝から頑張って竿を出しましたけども、6時間ぐらいありましたけどね、はい、全くダメだね。なんでもうしょうがないから、はい、ここに近い、はい、実績のある、はい、例のあの場所に今を釣り上げた、若洲海浜公園に行きます。戻ります。戻ります。でもカムバック、あっちのがまだね、ハゼ2匹とギマ2匹釣ってるんで、そう、こっちあそこで、粘るよりかは移動してみた方がいいんじゃないかっていうことで、近いからね。そう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 、ちょっとね、最後の望みを託しにですな。はい、いやもう我々検討の中に、ね、東京は入らないですな。そうですね、もう多分二度と来ないでしょうね。来ないね。じゃあすずさんはわざわざ仙台からさ、今日のためだけに来てもらって今日帰るのにさ、ね、一匹はさね、せめてそうだよ、カップラーメン食べただけだ。僕らピクニックにいただけだから、ピクニックですよ、本当にね。困ったもんですね。まあ、ピクニックで800キロ移動すんのかよ。もうね、気温も下がってきてね、このままじゃ心が折れるっていうことでね。そうっすね。いやでも本当に有明から超近いんで、車でも30分かからない、かからないぐらいなんで、ちょっと行っちゃいましょう。そうしましょう。はい、さよならビッグサイト、もうこれよ。ってわけで、じゃじゃーん、ここどっかで見たことある。懐かしいですね。あれもうやってますね。あれなんかこの前の俺みたい。そうだね。懐かしいですね。そうなの、そうなの。あれは6月でしたけど、もう結構経ちましたね。そうですな、11月ですから5ヶ月。やりますね。さすがにちょっと さっきの有明、やっぱりね、釣り人が多いんですね。めちゃめちゃいますね。釣り人多いだけにやっぱりこっちの方が、そうなんですよ、多分成果が上げられるんでしょうな。ちょっと行ってきます。ういっす。じゃあ頑張っていきましょう。若洲海浜公園リベンジ。渋い、渋いね、今日ね。寒いっていうのもでかいんだろうな。釣れねえな。釣れないもんですな。なんでかね、こんな釣れないのは。なんでかな。ドラゴンレーダーには出てんだけどな。中にもドラゴンボール入ってるけど、それ寿司中。ちっちゃいな、寿司中。いや、全然釣れないよ。あれ、カニさん。カニじゃなくてカニになってるけど。カニでーす。どうもカニでーす。むかつくわ。いや、弟さん、ほんと釣れないですね。出てんだよ。巨大な力が近寄ってる。巨大な力。巨大な力が2匹。すごい力で寄ってくる。危ない。危ない。戦闘力が。戦闘力が。8。でも、俺らより高い。それなのね。さすがワイルドだね。危ねえ。何時ですかね。5時35分。いやー、こんなにもね、東京湾やられると思ってませんでしたね。わー、これはね、我々ね、でかい打撃を食らってますよ。ちょっと、諦めろって言ってくる。
さあ、だんだんと、坊主確定の、時間が迫ってきております。まあどっちかっていうともう我々3人とも、諦めてます、ただマジで？え？うわあ！見せ！見せ！どれだ？え？どれどれどれ？見せ！マジだ！うわあ！なぜだ！しかも結構いいサイズだよ。ね。やりました。これか。いいね。堪忍してください。おめでとうございました。ありがとうございました。本当。はい。なんだ。どうにかスーさんのおかげで、ドラゴンボール的にはそうそうっすね、回避回避、なんですけども完全坊主が今までなかったんで、そうだね、危なかったっすね、危なかったっすね。今まではほらバス釣りの時、あ、バス釣りの時が、うん、そうだね。でも今日はあのはずがなかったらあれですよ、あのブルブルって来るのもなかったから、まあ本当当たりはなしでした。なんだ完全に完全に当たりはなし、くっついてたやつが釣れてた、そう、釣れてた系だから、いや困ったね。最初はまあエギングやるなんつって、そう、でもイカの気配はゼロでした。初っ端から、速攻企画変更で、そうっすね、エギングはまた今度ちゃんとイカの場所へ、そうですね、炭を発見してから、そうしましょう、はい、そうしましょう。今回あれ時間なかったからね。そして教訓としてはもう絶対東京湾には来ない。はいはい、じゃあさよなら、今までありがとう。東京湾ハゼしか出ただろ、ね、ハゼとボラしかいねえよ、確かに出ただろ、ね、釣れねえよボラは、はい、じゃあ二人とも後ろを向いて現実を思い返させてくれてありがとうございましたじゃあ次回お楽しみにということで、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お二人の Facebook、Twitter 等もありますんで、うん、概要欄の方から行ってください、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで以上ドラゴンボールでした。なんかジェットデビューもさ、ジェストって怖いね、覚えてないんだもんね。ジェットデビュー投げてるんだよ、うん、だから兄の投げてんじゃないの。いや、さっき切れて切れて、うん、ジェットデビューにつけたね。で、投げたらブラックに変わったなんで、え、なんで。あ、でも3本投げしてるからやっぱりおめえのだ。いや、あれ、え、じゃあ俺、え、俺が切れてやっちまったら、つて言って引っ張って切ってジェット天秤に投げたらブラックに、何か何これ、え、兄のジェット天秤、俺が元からジェット天秤、え、どういうこと、なんで知らねえよ、知らねえよこっち向かれてもこっち向かれても